皆さんこんにちは、たくみです。今日はですね、このダウンヒルバイクの紹介をしていきたいと思います。この自転車がですね、ジャイアントのワープというですね、ダウンヒルバイクとなってます。で、一応フルサスとなってます。それでは各パーツ紹介していきます。この自転車ですね、まあ、一応知り合いの方にめっちゃ破格で譲っていただいたんですけど、まず前から行くと、サスがですね、あのエピコンっていうところの結構いいサスみたいなんですけどを入れていただいてます。確かに乗り心地めちゃめちゃいいですね。で、あとブレーキなんですけど、これが一応前も後ろもディスクブレーキとなってまして、でブレーキがですね、シマロの SLX が入ってます。これめちゃめちゃいいですね。やっぱ効きも良くて、実際山とか下ってても本当にグッとブレーキが効いてくるので、すごい安心感があります。僕もだとサスとかもなんかこれ結構いじったらリターンとかもいろいじれるみたいなんですけど、僕まだちょっと設定はいじったことないですね。ちょっとずつ今後これからいろいろ設定ですね、勉強していきたいなと思ってます。で、変速機あんま使わないんですけど、前が2段と後ろがですね10段入ってます。で、あとはですね、タイヤがですね、前が26インチの確か幅が 2.2 だったかな、これあれじゃ 2.25 か、 2.25 とギアがですね 2.4 が入ってます。ただ乗ってみてやっぱ太い方がいいなと思ってるので、今度フロントをですね、また 2.4 に変え交換しようかなと思ってます。やっぱ太い方が安定性ありますね。結構細いと溝とかにこう取られたりするので、太いのがおすすめです。いじってるのはそんな感じですかね。ちなみに譲っていただいた方曰くですね、フロントのこれがですね、実はエスケープのやつが使われてるみたいです。圧力用ですね。そんな感じですね。ちなみにこれは定価でいくらなんですか？定価わかんないですね。古くてこの自転車自体が、もう定価何本で売ってたのかよくわかんないです。ただまあ結構いい自転車っていうのが聞きました。あとは結構軽いんですよこれ。一応ダウンヒルバイクっていう位置づけで、前も後ろもフルサスなのに、車中なんか今の現行のマウンテンバイクと比べるとかなり軽いですね。なのですごい乗ってて、ゴミのこなしが良くてコントロール性がいいので、僕すごく気に入ってます。こんな感じですね。これはどういう時に乗るんですか？これ山下る時に使います。すっごい激坂というか、もう一応それダウンヒルっていうのはスポーツがあるんですけど、山をこう自転車で下っていくっていうですね、そういうコース走る時に使います。なので普段乗りで使うと、めっめっちゃ遅いです。これグッて振ったらもう全部ここら辺にパワーサスペンションにこうキッて今日吸収されちゃうのに力を、なんで普段乗りでは使えないです。で、使わないですね。です。そんな感じです。もう完璧にオフ車となってます。こんな感じです。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。